サザエさん。サザエさんは、長谷川町子による日本の漫画。また、その主人公である、フグタサザエの呼び名である。原作漫画は、新聞連載の4コマ漫画である。ただし、5ページほどのショートストーリー漫画が、雑誌連載されており、別冊サザエさんに収録されている。西日本新聞社から独立した、福日新聞社の整理部長、牟田口総一郎が長谷川に、 福岡の地方新聞、勇刊福日市場での連載を依頼。1946年4月22日から連載を始めたが、長谷川が東京へ引っ越しするために連載を打ち切った。連載開始当初は、セリフがカタカナで書かれていた。漫画の舞台は、博多で、サザエは独身だったが、連載を打ち切る時に、サザエがマスオと結婚している、福岡時代の最終回と見られる。 会の落ちの部分が小さいながらも、サザエさん打ち明け話の作の階層で描かれている。長谷川の家族が東京の桜新町へ引っ越した後は、夕刊福日で連載を再開。舞台も東京へ移り、マスオが磯野家に同居する。掲載誌は、間もなく、新勇敢、東京スポーツの源流となる、夕刊誌に移り、夕刊朝日新聞、朝日新聞本誌とは、 別古期の新講史を経て、1951年、昭和26年4月16日からは、朝日新聞の間に移る。途中、長谷川の病気が理由で1951年、昭和26年11月7日から11月14日まで、救済されたが、11月15日に連載を再開。また、1953年、昭和28年1月16日にも健康上の、 理由から同年月31日まで救済されたが、4月1日に再び連載を再開。その後はほぼ無休で連載が続いたが、1973年、昭和48年になると毎週月曜日の定期救済に加えて短期の休みが多くなり、7月15日から8月日、9月5日から9月9日など。理由は全て作者病気のため、 1974年、昭和49年2月21日をもって、救済に入るが、その後は、連載が再開されることはなかった。話数は6477話に及んだ。本作は、いわゆるストーリー漫画ではなく、一貫した、舞台、人物が登場する、比較的独立したエピソードからなる。季節が移り変わっても、 登場人物たちは年を取らない形式となっている。しかし、新聞連載の4コマ、漫画らしく、時代背景を象徴する内容が多いのが一つの大きな特徴となっており、終戦直後から、復興期の時代に描かれた初期から中期と高度、経済成長の時代に描かれた後とでは、作風が大きく異なっている。特に、初期から中期にかけては、 サザエとその家族及び彼らの周辺の人物たちの日常生活が主な題材であったが、後期には主に社会風刺をネタにした作風が滅用になっている。連載は1974年で終了したが、昭和51年1976年から昭和53年1978年まで、長谷川によるサザエさん絵本が9冊刊行されている。 長谷川の作品の出版は、姉妹社が行ってきたが、長谷川の没後の1993年4月に廃業し絶版となり、長谷川町子美術館が著作権を継承した。後に、朝日新聞社から文庫本、全45巻と、長谷川町子全集、全33巻中1から23巻が本編。他に30巻、別冊サザエさんと33巻。 カラー版より抜きサザエさんが出版されている。なお、本作の単行本の出版に際しては、新聞掲載前日に起こった出来事の理解が必要な回、初期連載作品で現在とは、登場人物の設定が異なる回、やむを得ない理由で不適と判断された回などは、省かている場合があり、朝日新聞社版でも姉妹社版から、若干の作品が省かれている。清水伊佐夫 サザエさんの正体、平凡社、1997年によると、姉妹社版で連載から省かれた、作品数は700点余り、朝日新聞社版で姉妹社版から省かれた、作品数は15点である。なお姉妹書に、古き良きサザエさんの世界、イソップ社、2002年がある。姉妹社版には、作者が自ら編集し発売した、寄り抜きサザエさんシリーズが存在し、 長谷川町子全集にはその中からカラー版より抜きサザエさん全1巻が収録されている。2012年12月から2013年3月には朝日新聞に掲載された作者及びサザエさん関連の特集記事を特典として収録し、復刊したもの全13巻が朝日新聞出版から発売された。この復刊版より抜きサザエさんには 朝日新聞社版で省かれた作品の一部が収録されているが、姉妹社版、より抜きサザエさんと比較すると削除された話も数話存在する。2018年より、今まで単行本未掲載だった新聞掲載エピソードを収録した単行本を宝サザエさん全6巻が朝日新聞出版より発売される。漫画本の発行部数は、 姉妹社版が7000万部以上、朝日新聞社版の文庫本が1600万部以上に達する。日本の新聞連載漫画としては最大のベストセラーである。妹、長谷川陽子による、回想記、サザエさんの東京物語、朝日出版社2008年がある。アメリカでも、ザ・ワンダフルワールド・オブ・サザエさんというタイトルで翻訳出版された。 その際一部のコマが反転されている。原作者の長谷川が、サザエさん打ち明け話にて、サザエさんの単行本をコピーした、いわゆる海賊版が国内に出回っていたと語っており、発行元の姉妹社に損害が起きていた模様。無許可でキャラクター画を使用したサザエさんバス事件以後、本作は他の作品以上に、版権管理が厳しくなり、版権を管理する。 長谷川町子美術館に画像使用許可などを申請しても門前払いされいた時期があった。1970年、奥成徹が編集長を務めた雑誌、東京25時、アグレマン社9.10月合併号に、テティカ・タオカ、カタオカ・ヨ木崎翔平作画によるパロディマンが、サザエ様が掲載されたが、過激な内容と著作権の問題で姉妹社から、 訴えられ、罰金50万円の支払いと謝罪広告の掲載がなされた。1980年前後に、刑文社が発行していた全アニメ大百科、年度ごとに改定版ありでは、日本で制作された連続テレビアニメについて、早々期から当時の最新作までを網羅しており、各作品ごとに放送機関や声優、 ストーリーの概略などをキャラクターの画像と共に紹介していたが、サザエさんと、イジ、ワルバーさん、1970年版については画像を掲載することができなった。1992年頃に流行となった謎本の、一つ、東京サザエさんが会により、磯野家の謎サザエさんに隠された69の驚き、アスカ新社が刊行され、続編、磯野家の謎を変わりと共に、 大ヒットとなったが、これらは原作やアニメのコマが一切掲載できなかったため、文中でマキピーのように出展を示す客注が付けられたのみであった。原作漫画やアニメのコマが一切掲載されていない理由について作者の許諾が得られなかったから代わりに客注を付けたのでそちらを参照してほしいと記述している。また翌年にはビデオ版も発売されたが、 こちらも著作権者の許可を得なかったため訴えられており、絶版となっている。同じく1992年にシングル CD として再発されたアニメ主題歌のシングルでも、ジャケットにはキャラクターの画像は一切使用されていない。現在でもこの厳しい判権管理は続いており、映像化作品、ドラマ、映画全般も含むの、ビデオソフト、DVD、BD 化は行われておらず、 インターネットでの有料配信や CS などでの放送といった A の二次利用自体が行われていなかったが2016年にサザエさん誕生70周年を迎えたことから CS の日本映画専門チャンネルにて同年4月から2017年1月にかけて投放お及び宝塚映画のシリーズ前十作が順番に毎月1作品ずつ放送されている また、2018年12月26日より、アニメ放送50周年を記念して、富士テレビの有料配信サービス FOD 及び Amazon プライムにて、放送開始年である1969年から1978年までのエピソードがデジタル化され配信されることが決定した。なお著作権法により、没後50年の2042年に、長谷川の著作権は、 自然消滅する。また、文芸春秋発行の文芸春秋デラックスでは、日本の笑い漫画千年史ナンバー17昭和50年9月号に、新聞掲載の4コマ作品3本、アニメーションの本ナンバー42昭和52年10月号には、一家が勢揃いしたアニメのキャラクターの画像が掲載されている。連載初期頃には、 文明堂や森永製菓の広告で起用されており、いくつかの長谷川の手による広告用の原画、贈答用のものや放送紙などが存在する。また、選挙の投票期間告知のポスターでも採用されている。作者が存命中の頃は、テレビアニメの筆頭スポンサーである東芝をはじめ、ハウス食品、日本コカ・コーラ、ハイシー、日本電信電話公社などの CM に起用されていたが、 1990年代はほぼ東芝一社のみとなり、1996年以降は同社のテレビ CM にも起用されなくなった。作者の没後8年を経過した2000年頃から、マイライン、CM や JA バンク、日本コカ・コーラ、ミリペットボトルなどの CM でアニメ版を中心とした本作のキャラクター画を使用される子が多くなってきている。ただし、これらのタイアップは、 作者の生前に契約が存在した企業がほとんどである。また、東京急行電鉄のイメージキャラクターにも起用されたこともあった。2008年に江崎グリコのチョコレート製品のテレビ CM として制作された大人グリコ25年後の磯の親は、その独特な世界観から話題を集めた。JA バンクについては、キャッシュカード一体型の JA カードに、 アニメ版のサザエさん一家が描かれた JA カード、サザエさんが存在しており、2010年前後になって JA バンクを統括する農林赤川の公式サイト内にある JA カードのサイトに掲載されるようになっている。2011年、2013年には防災週間の PR キャラクターに起用された。本作のアニメが放映開始された当初は、本作の判決元は、 キャラクター商品の許諾を全くしない方針だった。実際にキャラクター商品化を計画していたバンダイが門前払いになっている。なぜこのような方針を取ったのかは不明だが、放映当時はマルサン商店と今井科学の倒産で、玩具業界ではキャラクター商品は敬遠されていた。サザエさんバス事件の判決が出た1976年に宝が初めて商品化した。 宝は、同年の年末商戦における、最大の関心事と位置づけ、人形から貯金箱まで幅広く、商品を展開。しかしあまり売れなかった。業界では、人間キャラは売れないというジンクスがあり、本作もそれを証明することになった。後にこのジンクスを打ち破るのは、チビマルコちゃんである。ハウス食品から1984年に、サザエ産地のふりかけ。 サザエさんちのお茶漬けが1985年にサザエさんちのおにぎりが発売され1990年代前半まで発売が続けられた。サザエさんちのふりかけはサザエさんちのと銘打っているにもかかわらずパッケージにもテレビ CM にもサザエの姿だけがなかった。サザエさんちのおにぎりのパッケージテレビ CM にはサザエが登場していた。また、 明治聖火から1984年にスナック菓子としてカツオくんとわかめちゃんが発売され、こちらはサザエ、カツオ、わかめの3人でテレビ CM に登場している。非売品ではあったが、1980年代にはスポンサーである東芝からもグッズが多数出ており、東芝専門の街の電気屋さんなどで商品を買うと、主にサザエや タラちゃんがプリントされた財布などを提出するというフェアもあった。また、名古屋に本社を置く、超登屋が商品化権を取得しており、全国各地の土産物屋を中心にキャラクターを利用した菓子商品の製造販売を行っている。2006年7月15日、お台場の富士テレビ本社ビルに、サザエさんのキャラクター商品を扱う専門店、サザエさんのお店が開業した。 本作の舞台となった東京都と福岡県福岡市、沢楽にサザエ山通りを称する道路がある。近隣に、長谷川が長年居住し本作の舞台となったこと、長谷川町子美術館が1985年に開館したことにちなみ、桜新町商店街振興組合が温度をとって、東急田園都市線の桜新町駅前から国道246号へと流る、 中通りが1987年にサザエさん通りと解消された。歩道にはサザエさんのキャラクターが描かれた看板もある。ほとんどが原作の時の絵になっている。2012年3月25日には磯野屋メンバーの銅像が設置された。この銅像に対し2013年6月3日付で都税事務所から589,200円の固定資産税。 焼却資産の税通知書が届き、桜新町商店街振興組合では困惑していたが、10月19日に一転して固定資産税の免除が通知された。サザエさんに登場する三河屋は、サザエさん通りにコンビニエンスストアのセブンイレブンを、たやサザエさん通り店として実在する。三河屋の屋号は、出入り口のセブンイレブンのロゴのもとに、 三河屋主店と小さく表記されていたが、後に、この表記は、三河屋に変更された。舞台の沿線となる東京急行電鉄の広告キャラクターに採用されたこともある。東急世田谷線では、一時期、サザエさんのラッピングを施した車両が運行されていたことがある。福岡市では2007年4月26日、 長谷川が住んでいた福岡市沢楽桃地浜一丁目、住所上は沢楽西陣六丁目に磯の広場ができ、サザエさん発案の地の記念碑が建てられた。記念碑には、サザエさん内訳話からの引用が記載されている。また、福岡田は秋田川の博多湾岸から、福岡田前交差点、博物館前交差点、ヨカトピア通り、 西陣通り交差点脇山口交差点間の指導 1.6km には2012年5月27日にサザエさん通りの愛称が付けられた。このサザエさん通り沿いには常日の磯の広場がある。2013年2月にはサザエさんと福岡市在住の波平の兄、海平の着ぐるみが完成し、地元のイベント等で活用されるようになった。 2014年5月20日から7月13日に福岡市博物館で長谷川町子と福岡をテーマにした展覧会サザエ3展長谷川町子とその時代が開催されたり2015年1月30日に西陣駅に第一巻の表紙と第一話をモチーフにした高取焼の当版が設置されるなど発案の地としての福岡をアピールしている 姉妹社から本作を題材にした3組のカルタが発売されていた。このうち、カルタサザエさん以外の2組は、赤ちゃんとママ社から復刻版が発売されている。漫画のイメージソングとして制作された楽曲。なお、出展は基本的に現行の朝日新聞社版を参考にする。連載当時は動物を飼育している家庭も多く、本作にも、鶏や牛、 ヤギなどが多く登場する。特に鶏は非常に多く登場し、波平が飼っていた鶏を占めてごちそうの鳥鍋にするシーン、いたずらをしたカツオやワカメがお仕置きとして鶏小屋に閉じ込められるシーンもある。磯野家では比較的頻繁に登場する猫の右甲や犬のジョンをはじめ登場回数は少ない。大体一度きりがアニメ版と同じ。玉などの猫やエルザ、 タロといった犬も多く登場する。他には小動物として、カツオがカナリア、伝書バと、カメ、ハムスターを、ワカメが金魚を、サザエがマイクというリスを飼っていたこともあった。なお、カツオは飼っているペットをあげて、不要家族手当として、小遣い値上げを訴えたことがある。また、派生川の他作品からは、似たもの一家の主人公の一家も登場する。 いさサ,サカケはアニメでは、イソノケの林家だが、原作では十巻にわずかに登場するに過ぎない。本作には、キャラクターとして、特定の名前が与えられていないが、非常に多く登場する人々がいる。例えば相撲が好きだった作者は、相撲をネタにした話をしばしば用いている。いわゆる不老者のように、社会的に恵まれない人や、俺や、刑務所から出てきたばっかりなんだという決まり文句で。 磯野家の門を叩く押し売りや穴の開いた服に武将姫の泥棒や強盗などどこか憎めない犯罪者も非常に多く登場する。なお、泥棒が多く登場するのは作者の自宅に何度も泥棒を、主に空き巣が押し入ったためであると言われている。実在の人物が登場することもしばしばあった。例えば、その当時の総理大臣はほとんど登場している。 作者の長谷川自身もたびたび登場している。また、セリフだけであるが、昭和天皇も登場している回もある。あくまで作中での並兵の創造における登場であり、姿そのものの登場ではない。あとに、長谷川は、実際に、昭和天皇と、演遊会で対面している。長谷川は、西日本新聞社の絵画部に所属していた。その後、百四十六年、 同社から新しく発行された夕刊福日で彼女は連載漫画を頼まれた。自宅の近所である桃寺海岸付近を妹と散歩している時に本作の家族構成や名前を思いついた。当初は作者自身はアルバイトのつもりでやっていたと語っている。連載を再開する際、作者本人がマスオの顔を忘れていて西日本新聞社東京支局 福岡で連載していた福岡日日新聞は西日本新聞の夕刊まで行き確認したエピソードがある。その後、作者の引っ越しと合わせ磯野家も東京に引っ越した。1951年にブロンディの後を受けて朝日新聞の長官を飾ることになる。連載末期には月曜日が休みとなった。連載が長くなるにつれ、 作者の長谷川自身は1960年代、中頃から従来と異なる新しい作風に興味が移っていった。彼女は、自伝、サザエさん打ち明け話の中で、子供にも無害なヒューマニズム、ヒーマニタリズムには飽きた、書き手にとっては取材範囲が限られるのが苦しいなどと語っている。このような時期に生まれたのが、後に、長谷川の代表作の一つとなった、意地。 ワルバーさん1966年から1971年である。そして、この頃から、サザイさんもそれまでのヒューマニズム色の強い作風から大きく変化し、社会風刺の要素を取り入れたアイロニカルな作風へと移行している。1955年から1957年に、KRT、現、TBS で放送されたドラマ。 KRT 発の武田薬品医者提供のドラマであり、武田アワーの前身。放送時間は月から土18時35分から18時40分、活動18時30分18時35分。一説には絵にセリフをつけた紙芝居のような番組と言われているが、演出を行った加工板橋の証言によると、実際は5分体のコント風の生のスタジオドラマであった。 1965年から1967年に TBS 系列で放映されたドラマ。1966年1月7日放送で瞬間最高視聴率37.1%関東地区ビデオリサーチ調べを記録。1981年から1985年にフジテレビ系列で放映された単発ドラマ。 1992年から1996年に、フジテレビ系列で放映された単発ドラマ、計6作。21世紀初頭より、水木有沙がサザエを演じる単発ドラマが、これまでに4回アニメ同様、フジテレビ系列全国ネットで放送されている。いずれもハイビジョン制作。ドラマの放映日はいずれもアニメ版の定時放送日と重ねており、その日は、 アニメ版とドラマ版を一枠化したコンプレックス形式が取られるアニメが第一部、ドラマが第二部。パート4ではアニメとのさらなるシナジー効果を狙い、サザエさんアニメドラマで2時間半、SP と題され、前3話のうち1話、イソノケはチャレンジャーの前半をアニメで後半をドラマで制作するという特殊な構成に用いられた。 完月版では1970年代前半の時代設定になっている。ダイヤルチャンネル式のテレビや伊藤博文の千円札や岩倉と美の五百円札といった紙幣など、その当時のものが作品内で登場するなど、その当時の生活ぶりが垣間見られる。また、BGM、玄関扉や襖の開閉音、タラオの足音、玉の鳴き声などはアニメと同じものが使われるようになった。 キャストの演技や用紙は、朝の版と比べて、アニメ版により近い形になっている。パート1に、サザエ役の声優の加藤緑と、ナミヘイ役の声優の長井一郎が顔出しで、特別出演し、出演自体は短いが、いずれも、ナミヘイ、船と絡んでいる。加藤はその後もパート2に、湯水夫人として、パート3にタバコを買いに来たナミヘイと、ウミヘイとを続けて、 見て驚くタバコ屋のおばさん、パート4に足をくじいた老婦人役でゲスト出演している。パート1の放送日はちょうど加藤の70歳の誕生日であったため、加藤緑の名前の横にバースデーケーキの絵が描かれるという粋な演出があった。江崎グリコの大人グリコの一環として2008年から2009年にかけてオンエアされたシリーズ。 磯野家の先祖の法事で親族が集まることから始まる CM オリジナルストーリー。原作ではなくアニメ版の世界をベースとしている。BGM もアニメ版の OP、ED テーマをアレンジしたものが使用されている。なお、CM 中には波平や船、サザエ、マスオが一切登場しないが、江崎グリコの広報によると、ご先祖様の法事であり、存命ですと説明している。 CM 放送開始以降、ラジオ放送版を含む前編がかつては、大人グリコサイトで、視聴可能だった。ラジオ放送版も、基本的に、テレビ CM 版の内容を踏襲しているが、テレビ版と異なるエピソードもある。声の出演は、以下の通り。2000年4月から2001年にかけて、マイラインサービスの告知として、パンフレットとテレビ CM で、原作。 漫画を元にしたキャラクターが使用された。テレビ CM はアニメ版の声優を使用しているが、作画はあくまで原作に準じたものとなっている。出向主であるマイライン事業者協議会は、実質上 NTT 東日本、NTT 西日本が運営しており、電電校舎以来約16年ぶりの起用であった。日清食品のカップ麺、カップヌードルが2017年に展開している。 有名作品の登場人物が現代日本の高校生として青春を謳歌しているという設定の CM シリーズ Hungry Days の第三弾として17年11月22日よりサザエさん編が放送されている。タイトルはサザエさんの青春。原作では公開お見合いで出会って結婚したサザエとマスオがもし2017年の現代で 同じ高校に通う高校生として過ごしているとしたら、という設定のパラレルワールドとなっており、高校最後の文化祭で、マスオがサザエに公開告白を行うというストーリーとなっている。サザエ役を、枠井優、マスオ役を、島崎信長が演じ、磯野家の家族も声はないものの登場している。他のシリーズ CM と同様に、キャラクターデザインを久保の内営作、アニメーション制作を、 タツノコプロが手掛けている。また、CM 公式サイトでは、ストーリー紹介とともに、原作でのサザエとマスオの慣れそめも紹介されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。